おはようございます。今日は9月18日の土曜日でございますね。今、9時ぐらいに起きて、今風呂入ってきたりして、10時前ぐらい、9時半過ぎですけれども、昨日あの友達とすき家に行ってきて、てかもうその時から本当にね、異常、食欲がちょっと失せるほどの異常な眠気があって、それでもう家に帰っても10時ぐらいですね、多分10時か9時半ぐらいにもうすぐ寝てしまって、なので丸半日ぐらい寝てしまったと。でもね、まあアプリイベントとか回ってちょっとね、寝不足が溜まってたところあったのかもしれない。言うてあの時に4時間ぐらいしか寝てなかったんで、まあかなり寝不足であったと思うんで、まあ寝不足が解消できてよかったのかなっていう感じではあります。まあ今日は土曜日なんで、まあゆっくりと行きたいと思います。お、涼しい。今日のポおー、かわいい。真似し、これの真似だったのか。ん？最近、ポッって言うのね。あ、iPhone の、これの真似だったんだ。iPhone の撮影音？うん。なんで、ポッって言うのかなと思ってたの。これだったのか。かわいいね。おもろいね、ポインコ。ピンと合わないな。紅茶作ってみようかなと思いますね。いつもなんかココスのいつも映ってゲップ、ココスの朝バイキングでよく飲んでるんですけどね、なかなか家で飲んだことがなかったんで、ちょっと紅茶買ってきて今ちょっと入れてみたいと思います。これ何ティー、何ティーなんですか。覚えてない。何ティー。オリジナルリーフティー。なんかアッサムブレンド、うん、ここにとりあえず入れておきます。ぴったりぴったり、はい、さっと逃げてたもん、彼女は。これ一杯で、スプーン一杯で、マンカップ一杯ってことだったんで、レギュラーコーヒーのとこ一杯の印がないけど、ここら辺までやってみますか。おお。うちで紅茶入れるの初めてだな。さて、紅茶飲んでみます。甘っ。めちゃくちゃ甘いです、紅茶。これ家で飲めるようになったらいいですね。うん。うん。やっぱ香りがいいからめちゃくちゃいいですね、これ。すごっ。何ですか、これは。プルーンとバナナのケーキです。ちょっとね、薄めだったんで、ちゃんと紅茶入れ器で入れてみます。やっぱりコーヒーだと一瞬しかお湯通過しないから薄くなっちゃうのかな、蒸らし時間。よし。なんか落ちた。怖いって。だって多分これ20代もいなかったらこうやってボーっとしてボーっと、たぶんここから落ちてボーってねえ、ボーっとしてんのね。だってうんこが同じところに固まってたりするもん。一日ここにいたんだねみたいな。
お母さん帰ってきてハッとするよね。あ、だって餌が減ってないもん。ね、ご飯食べんだよ、お母さんいなくても。おお。こう、でも入れるときにはもうここでこされてるってことですね。この入れ、この入れるやつは。このここでもうあの。ここでフィルターがついてて、この葉っぱがこっちに行かないようになってるんで、このまま注いでも葉っぱが来ないと。あ、さっきより色が全然濃いね。ちょっと飲んでみます。あ、待って、全然違う。こっち絶対こっちが良かった。めっちゃうまいっす。てか2杯分入れたのに。あ、でもちょっと残んのか、ここに。これまだ、あ、これ水も通んないのかな、このフィルターって。そんなに、お、ね、危ね、危ね、そんなに細かいフィルターなのかな。あ、いけたな。ちょっと渋いかもしれないけど、なんか綺麗。このアルコールの詰め替えって、この下が詰め替えになってんの。あの、袋みたいなの入ってるのかと思ったんですけど。この、ポンプのところを、ポンプのところを引き抜いて取り替えるって感じなんですね。さて、出かけます。かっこいいか？わかんない。いつ開くんだろう。25日にプレオープンつってたようだ。田んぼが上に向かっていってるわ。ここは場所でいうと、あっち側、ここがあの北方と若松を結ぶ縦貫道の、縦貫道あっちにあるんですけど、そこ降りたところの道路、あの北方の経図線機とかに出て若松のハードオフのところをつなぐ道路ですね。あっち側に満載道があって、こっち行くともしか近く北方市街地に着くところなんですけど、ここの菅井食堂というところで今日は昼飯。もう少しあっちに行くとね、あの市街地に入ったところにもう1店舗あるんですけど、こっちがメインの店舗らしいですね。営業時間何店だろう。太田店って言ってなかったっけ、お母さんがね。うん、なんで太田なんだ。菅井食堂行ってみます。さて、
メニューです。私ももつ煮込み食べたいな。スタンプカードって言ってね。どうしようかな。何が有名なの？何が有名なんだろうね。もつ煮込み定食っていうのが。これが美味しそうだなと思ったんです。ラーメン定食。あの白川のもつみたいな。わかんないそれは。ちょっと食べてみようか、じゃあ。大盛りにしないで私のラーメンもらってくれない？だって。あ、いいけど別に。じゃあそれしてみっか。もつ煮込み食べたい。もつ煮込み定食。見てみようかな。良くない？はい。いいね。大丈夫だ、食ってあげるよ、もつ。はい、はい、ありがとうございます。はい、固まった。これはもつ定食です。もつこんな感じですね。うまそう。はい、結構麺あるよ。ご飯食べたいから麺結構ある。うん、麺の硬さもいい感じで美味しい。うん、よし、じゃあもつ食べてみます。うん、うまっ。めちゃくちゃ味が濃くて美味しい。見た目以上に味が濃くて美味しいですね。うん、めちゃくちゃやばい。そしてうん、鶏皮みたいにやばいっす。すごいな。うわ、めっちゃやばい。スープも飲んでみます。うん、すごい出汁が効いてて美味しい。なんていうんだろうね、結構出汁がすごい。煮干しではないと思うけど、うまいな。結構コクがあるっていうか、うん、あっさりしてます。注文取りを2ヶ月かかるみたいですけど、これは会津祭り確かに中止でよかったな。残念だけど、残念だね。せっかくコロナ落ち着いてもないけどできそうだったのに。シーじゃないの、もう人並んでないあれ。違うな、工事の人だったらまだ。でも中のカウンターとかができたね。できたね。本当だよ。植木も来週来るか。ダメ。時間意外と遅いんだね。7時ぐらいからやったら。7時ぐらいからやばいよね。どうもありがとうございました。まあ場所はね。駅前に作ってほしいな。駅前だと9時、7時だね。でもここ開発するんでしょ、若松は。うん、若松はここを開発するんでしょ。そう、こっちにバイパス通したりなんかしてるから。あれ、こっちの方通すんだっけ、あの縦貫道伸ばすときって。縦貫こっちだって噂だけどね。縦貫のあれをこっちに作って呼び寄せようとしてるじゃん。
ね、息そびれても最初から。大丈夫なのかな。さ、雨降ってんな。行ってみますか。やだなこれ。とりあえずあそこの自転車小屋まで出しとか。でもそんなひどくはなかった。うわかっこいいじゃないこれ。かっこいい。丸でもいいよね。うん、どっちがいいの。丸じゃない方が使えるかな。かっこいいね。かっこいいじゃない。かっこいいね。やっぱり見本じゃない。黒もある。この蓋が嫌なんだ、デザインが。うん、確かにね。あ、でもこれが違う。こういうのがよかった。カフェっぽいじゃん。カフェっぽい。カート持ってきたら。で、こうやって、あ、で、どうせ袋かぶせるもんね。かぶせた袋の端が隠れるからいいんだよ。よし、じゃあこれいこう。でかくないよね。大丈夫？乗りません。下から乗ってみて。俺は何でもいいけど。リビング仕掛けでもいいかな。これいいよね。うん、ちょっと目覚める。これいいよね。それ一日これは洗面所に置かないと臭いから入んないよ。これ何。あ、私このここに入れればいい。じゃあもう一個乗せるかなと。もう一つはリビング用いらない。いや、あれもうあれもうベコベコでしょ。そのデザインはいいかなと。あっちのやつ明日は、これだ。明日は焼肉のトレー状態になって。あ、それか。明日の過ぎてから設置するか。ほんまなんでないから。焼肉のタレがこれはどうだって言ってんじゃん。これ色見たいね。あ、そっちで見てくれんじゃん。黒だよ、黒黒。茶色か。自動だね。おお、いいね。どうやってしまうんだろう。手動？便利だよねこれ。あれ大きさが違うんじゃないの？でもラップ大きいラップをどうしてくれるの？どこにあるんじゃないの？これラップも買いました。頼みいっぱい。オッケーですか。うん、お父さん置いてこよ。これ置いてくる。9月30日オープンらしいっすね。神戸市のスタバ9月30日オープンらしいです。7時から23時まで営業時間。この前来た時1週間ぐらい前はまあ外側は終わってたんですけど、ここら辺あっちの方の舗装がなかったりとか、あそこの券売機っていうか販売機がまだできてなかったりしたんですけど、今日来たら内装もあのカウンターとかも外から見る限りは出来上がってる感じです。で、ここもなんか造園されるのかと思ったら普通に駐車場でしたね。結構なんかドライブスルーの占めてるあの面積が大きい気がしますね。で、券売機っていうか
販売機はつけましたね。ルーム書いてあるよね。うん、本当だ。販売機がついた。あっちの方見ようか。あっちの方見やすいかもしれない。ちょっと遠いんだよ。あ、ここの柵もついた。中できてきたな。おお、中もちゃんとできてきてる。いいね。いいですね。うん。メンタ入れるか。びっくりした。びっくりしてるポイント。びっくりした。ごめんね。おーちゃん。寝てた。ああ寝てた。あれ？朝じゃないですよ。電気ついてたね。でもちょっとね。なんかすごいガラス曇ってるんですけど、これなんででしょう。これぬたでここドリンクをね、車の中で飲もうと思ったんですけど忘れてたんで、ちょっと今飲みます。うわ、これ飽きらんないですよね自分。歯で行くしかない。よし、いただきます。うん、まあ、ナタデココが入ってますね。うん、なんか飲むヨーグルトにナタデココが普通に混ざってるって。ほんとこれ実物大ぐらいの大きさで入ってますね。美味しい。もうちょっとなんか最初の方は出が悪いです。これ家族にもらいました。なんかマシュマロ、ティーマシュマロって書いてあるから、これはあのなんかお茶っていうか紅茶っぽい味のマシュマロなんですかね。こんなの、あ、タージリンティーエキセリって書いてあるんで、やっぱお茶味っていう感じですかね。紅茶味、タージリンティーのエキセリが入ったマシュマロらしいですね。世界三大紅茶の一つと言われるタージリンが上質な味わいですと書いてますね。タージリンの味がするっていうことか。ちょっと食べてみましょう。で、ちょっとタージリンマシュマロ、ちょっと食べてみますね。お、すごい。すごい。本当に紅茶だ。うん。なんか、結構なんか薄めっていうか後味が紅茶みたいな、そういう風味が紅茶みたいな、そういう感じだと思ったら、結構ガッツリ、あ、これ紅茶だっていう感じの、ちょっとあんまり紅茶の味ちょっと選別できないで、タージリンとかそういうのわかんないですけど、あ、紅茶だっていう感じですね。結構ガッツリ紅茶の味が来る感じで美味しいです。でも、コーヒーと一緒に飲むっていう。うん、まあマシュマロなんでコーヒーに合いますね。はい、今日の夕飯はもんじゃです。とポテトとか焼き鳥とか、いいね。
もんじゃ大好物なんだよね。いやー、なんないよ、今日は。お母さんの下手くそ。ハラミちゃんだ。日本酒でもいいって言うんだけど、とかでやるといいみたいな。おー、うまそうだね。美味しいと思うよ。手伝えよ。もうちょっと厚塗りチーズが、ね、厚盛り。もうちょっと端っこのドバッ。何あんた、皮がチーズだらけになるよ。お、チーズもんじゃうまそう。うまいよ。お、うまい。チーズ入るとうまいな、これ。今からちょっと走ってきます。まあいつものコースなんですけど、ですけど目標30分ぐらい。今10時45分なんですけど、11時15分ぐらいに帰ってこればいいかなと。30分目標で行ってきます。お、正面が消えてる。これ分かりましたよ。今ね、少し30分ぐらい、多分自分が最後に使った、自分が使ったのが最後だとしたら30分ぐらいしか経ってないんですけど、電気が消えてたんですよね。日中多分そんなことないから、夜間だと何分か使わないと消えるのかも。ちょっとわかんないけど、昼間は消えてたことないから。あ、でも朝とか消えてることあるな。でもそれだけ人が使ってるってことかな。よし、25分で帰ってこれましたけど、ちょっとコース、いつものコースより短いとこ、なんて言うでしょう、ヒンボリ山の方まで行かないで、リオン、滝沢のリオン通りに行く通りのあそこの、なんて言うんでしょう、どこだろうな、あれなんて言えばいいんだろう。いつも説明するの難しいな、そこ。なんて言うんだろうな。なんか交差点あるじゃないですか、こう。滝沢の方に行く大通り、いつも、うちのあそこからこう狭い道っていうか、こう、まあ、二車線の道路を通って上まで上がって、で、滝沢の方に行く四車線の、道路のとこ、ドッキングするとこ、あそこでちょっと引き返してきました。足がやっぱ痛いのと、ちょっと今日ね、やっぱね、今台風というか低気圧が来ててね、喘息持ってて低気圧とは弱いんで、ちょっと息切れがひどくて、まあちょっともうそれはしょうがないんで、まあとりあえず、そのくらいに帰ってきましたが、片道だから10分ちょっとぐらいだったんですけれども、いや、疲れました。まあ、足痛いのはしょうがないとして、まあ、てか足痛かったんですけど、息切れがちょっとね、やっぱ低気圧のせいなのか、ひどかったんで、帰ってきましたけど、まあ、走れただけでよかったです。これを継続しないと。走るのもいいですけど、ちょっと筋トレとかで足をやった方がいいかな。スクワットとか、なんだ？あと足鍛えられるやつ。足鍛え、少し走、なんでしょうね。筋肉的に鍛え、筋トレで鍛えた方がね、走りやすいんじゃないかと思うので、ちょっと筋トレもちょっと足重点的にやってみると足痛くなくなるんじゃないかと思うんですけど。継続することが大切ですね。まあ今日走れたんでね、良かったです。